何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと？それ、入れ墨の下絵だろう。しかも、普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれは。ひょっとして筋もんか。ま、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々風振りを継承したもんにしか惚れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、四神の長と呼ばれる伝説の竜、交流や。何？
Oi. Ah? Yeah. Chotto. Nani?
10年前郷田隆二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これがあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが郷田隆二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。5代目風掘りを継ぎます。ありがとうございました。